はい、ということで、ね、今回もね、神ゲーコールオブデューティーモーダンオフェア3ね、遊んでいくんですけども、まぁ、ちょっとその前にさ、僕ね、普段さ、動画でさ、俺、オフパコしたいんだよね、みたいな。俺、オフパコするために YouTube 始めたんだよね、みたいなさ、こうクソみたいなね、話結構してきてると思うんですよ。で、動画でこれね、言ってきてるのかかわらず、まぁ、いかんせん、まだね、オフパコ、できておりません。うん。まだね、未達なんですよ。まだノルマ未達になっちゃってるんですよね。これでもまずいじゃん。俺の YouTube やってる意味ないからね、オフパコできなかったら。そうか、オフパコしてえなーと思って、いや、どうしようかなと思って、もう考えまくりました。もう結構リアルね、3日間ぐらいに考えました。3日間ぐらい考えまくった結果、おじゃあ、女性視聴者の名前を名指しして、呼んでしまえばいいんだと。ね、動画内で女性視聴者ね、僕今この人狙ってますっていう風に言って、もう名指しします。名前出します。うん。なんで、そういう風にすればね、もう強制的にね、もうその人をオフパコせざるを得ないと。で、そういうようなね、もうほぼ、もう反レイプだよね、これもう。犯罪者です。性犯罪者です。よっしゃ！まあ、ってことで、まあ、ちょっとこれ名指ししようかなという風に思って、僕がですね、最近狙ってる女性視聴者なんですけども、これヌーポちゃんヌーポちゃんですね。僕今、ヌーポちゃんっていう女の子を狙っていて、で、しかもこの子ね、ちゃんとね、未成年なんだよね。そう、だからちゃんと YouTuber ドリーム、よしっていう感じなんで、まあ、ちょっと僕今この子狙ってるんですけど、ジャンヌさんの動画でね、実はこれ、この子出てるんですよ。COD 女子 JK にインタビューしてみたみたいな、こう、犯罪動画をこうアップしていて、その際にその女の子がね、登場したその女の子がヌーポちゃんで、なんか、私、お姉ちゃんが好きなんでしゅ、みたいな感じのね、ことを言ってたんで、もうこれがさ、もうこれも勝ち確定じゃん。もうこれはもうごめん、みんな先に行ってくるわ、うん、ごめんね、もうこれはもう勝ち確定です。はい、これはもう妊娠確定です。はい、おめでとうございます。なんでね、もうこれちょっとね、今この子狙ってるんですけど、まあ、本当にね、こうツイッターとかを見せてね、なんかこういう子なんですよみたいなね、動画ね、こう見せたいとこなんだけど、まあ、これでね、なんか、もうその女の子がさ、怖がってさ、なんか私なんか俺とかに変質者になんか脅迫されたんでしょみたいな感じで、こう警察行かれたら俺終わっちゃうんで、さすがに見せれないんだけど、なんかまあ、それやられたらもう俺が警察官とオフポコすることになっちゃうから、自分で意味がない。ということで、僕がね、今狙ってる女性視聴者は、ヌーポちゃんというね、方なんでね、まあ、心当たりの、ね、あるね、ご本人の方はね、ぜひとも、DM の方お待ちしております。よろしくお願いします。ゴムはつけません。LINE ブロスアクします。よっしゃ、気持ちいい、よっしゃ、はい、ということで、まぁ、ちょっと今回なんですけども、まぁ、僕がですね、いつもやってるね、ほら、MW3 のね、外役武器伝授不況外事動画ね、まぁ、ちょっと撮ろうかなっていうふうに思ったんですけど、まぁ、ちょっと今まで結構ね、なんか連続で上げてきたんで、ちょっと飽きてきたなというふうに思って、一回ね、まぁ、ちょっとまあ、インターバルですよ。ちょっとね、気分転換にね、ちょっと変わった企画の動画撮りたくって、まあ、ていうので、今回はですね、コメント返信動画っていうのをちょっとね、撮っていこうかなというふうに思います。まぁ、これね、ほら、これをすることによって、視聴者の人はね、なんか、僕のコメントがなんか、動画で使われて、やったーみたいな、これは意味わかんないね、クソみたいなね、やつも、喜ぶやつもいるし、で、僕は、ちゃんとね、そのコメントをね、晒すこと、コメント紹介することによって、小銭稼ぎができると、もうお互いウィンウィンだからね、はい、なんで、今回はコメント返信動画となっております。で、そのコメント返信をするね、対象の動画なんですけども、まあ、僕、ちょっと最近ね、自分のチャンネルでね、ちょっとまあ、僕の出した動画によっては、こう、物議をね、かもしてるね、こう動画が一つありまして、ちょっとそこのね、動画からのコメントをね、抜粋してね、晒し紹介していこうかなというふうに思うんですけど、まあ、その動画がですね、はい、こちら、コンバーター使用者への偏見が面白すぎる。過去 CODMWC っていうのは、まあ、こちらの電子ゴミをですね、僕実はショートでね、アップしまして、まあ、これ、まあ、ほんとタイトルの通りね、コンバーター使用者に対する偏見を、僕とステーチョナレックスさんとジャンヌさんの3人でね、ボロカスにね、人気をしないぐらいね、コンバーター使用者をこう、ボロだらけするっていうね、そういう風なね、非人道的な動画となっているんですけども、まあ、これ通常動画の、まあ、切り抜きとしてね、ショートにね、アップしてるんですけど、まあ、そのショートがですね、今ね、もうほぼもうこれ30万再生ぐらいされてんのかな。で、コメントとかもね、なんか結構来ててね、まあ、コンバーター使用者に対するこうなんか偏見みたいなね、こうコメントがですね、もうすごい来たりとか、まああとはね、コンバーターなんか別になんか使ってもよくないみたいな、よくわかんない、こう、売国論みたいなね、人のコメントとか来て、まあ結構ね、こう、物議をね、醸してるんですよ。もうプチ炎上ですよ、こんなの。なんでね、そのコンバーター使用者の偏見っていうその動画に来たコメントをちょっとね、皆さんにね、ちょっと紹介していこうかなと、晒していこうかなというふうに思います。待って、めっちゃ怖いやついる。待って、めっちゃ怖いんだけど、待って、めっちゃおっぱい舐めた。はい、ということで、早速ね、まあその動画に来たね、
ね、コメントをまあちょっと晒していこうかなというふうに思うんですけど、まあ、まずね、まず、まあ、ちょっとその前の、まあ、まずね、お前、気持ち悪いけど、とりあえずお前、コンバーターに対してお前どういうふうにね、お前なんか考えてんだみたいな、お前は結局なんかどっちの立場なんだみたいなね、ふうに、多分疑問に思ってる方もいると思うんですよ。なんか、おのよくんはコンバーターをなんか叩きたいのか、なんか叩き、なんかそれとも擁護してんのかよくわからんみたいなね、結構絶妙な立ち位置にいると思うんで、まあ、まず先にね、僕がコンバーターに対してどういうふうに思ってるかっていうところだけね、ちょっとまあ説明していくんですけど、まあ、僕自身はね、別にコンバーターはね、確かにいじってはいるんですけど、で、なんかコンバーター使ってるやつってなんか、普通になんか臭そうだよねみたいなね、まあ、結構ボロカスに言ってるんですけども、まあ、あくまでなんだろう、僕はね、コンバーター別にね、どうでもいいっていうのがね、僕の本音なんですよね。なんか、俺とマッチングしなきゃ別になんかコンバーター使ってようがね、使ってなかろうがね、なんか別にどっちでもいいよみたいな、そういうスタンスなんでね、まあ、多分大体の人そうだと思うんだけど、しかも僕の場合ね、なんかほら、下手くそだからさ、ね、コンバーター使われてもね、気づかないんだよね、なんか優しい世界でしょ、なんかコンバーターでなんかぶっ殺されて、で、キルカメ見ても、お、この人なんか COD うまいな、みたいな感じで終わるんで、そう、だいぶ優しい世界で僕終わっちゃうんでね、あんまね、コンバーターなんか使われてもね、気づかないっていうところで、なんかほら、よくいるじゃん、なんかこのキルカメ見てさ、この視点の動きは絶対コンバーターだわ、マジこいつなんかもうほんと親ごと死なねえかな、みたいな感じでさ、言ってる人たちって結構いるけどさ、僕結構見分けつかないんですよね、っていうところでね、あんまね、こうコンバーター使用者はね、なんかこう、特別ね、もうマジでほんと死んでほしいです、超嫌いですとかっていうわけでは、まあ、ないっちゃないっていうね、ところでね、はい、僕はコンバーター使用者に対してそういう風に考えてるよっていうところで、まあ、ちょっとコメントの方をさらしていこうかなという風に思います。まず一つ目ですね、コンバーターよりもこっちの方が嫌いみたいなコメントしてるコンバーターがちらほらおるの、草バレてますよ。趣味ですら努力できないね。ずれしちゃう精神性と他人を悪者に仕立て上げたい多席思考が見えすぎちゃってます。そんなんだから人生刑罰レベルなんだよっていうか、これガンダーがこれコンバーターに親殺されてます。うん、これはねコンバーターにもこれ家族ね、全員殺されてますわこれ。もうごっつい嫌いや。いやいや、まあまあまあわかるよ、まあわかる気持ちはね、わかりますよ、それは。まあまあコンバーターね、まあ別に俺も好きか嫌いかの、まああれで言ったら、まあどっちかっつったらね、まあまあ、で、まあ、ぴょんぴょん見せる、おそ、まあ、なんだろう、まあ、使われたら、まあ、確かに、うざいっちゃうざいからね、まあ、俺も、まあ、嫌いな方ではあるけれどもね、うん、まだね、ただ、すごい、もうこれ、コンバーター、もうめっちゃごっつい嫌いなんだろうね、この人ね。そう、このコメント欄で、コンバーター嫌い派と、コンバーターなんか擁護派と、あとなんかもう、なんか お主ね、みたいな、なんか俺のなんかアンチと、もういろんなね、もういろんな宗派の方たちがですね、もう一個の場所にね、集まってるんで、もうこれ地獄絵図なんですよ、このコメント欄、本当に。みんな見に行ってほしいや、僕のショートのコメント欄を。本当にマジでひどいよ。もうなんかもうわか なんだろう、もう分かりやすい話、もうなんか現実世界で言ったらもうなんかもうなんか俺のコメント欄もうなんかエルサレムみたいになってんだよね。あー、またやばいやばいやばい。だってほらこれ見てくださいよ、もうガチで病気だと思ってるわコンバーター使用者っていうね。もうもう病気判定されてます、残念なことに。コンバーターを使ってるね、犯罪者の皆さんね、今日からあなたたちは、ね、もう病人ですということで、はい、お疲れ様さということで、はい、ありがとうございます。コンバーターがドンキとかで売ってると考えるとクソおもろいっていう。まあ、確かにね。なんか昔はさ、ほら、なんか俺はね、なんかその BO2 ぐらいから COD 始めたからね。そのなんかその本当に昔のコールオブデューティーのね、そのコンバーターに対する空気感ってのは俺わかんないんだけど、やっぱこう昔はこう今と比べたら、こうコンバーターがね、まあ当たり前のこうなんか流通してたみたいな。で、それでなんかもう家電量販店とかに行ったら、もうなんかコンバーターが普通に売られてるみたいな。もう犯罪者炙り出しコーナーですよ。みたいな感じでこう家電量販店とか普通にあったらしいんだよね。だからたまになんか今でもね、なんかそのコンバーターをね、これは平気な顔で売ってるね、なんかこう、もうなんか犯罪者、こうなんか育成コーナーみたいなね、そういうなんか店舗もね、一部ねあるらしいんですよ。それもコメントとかでついたりとかして、いや嘘でしょと、さすがに店頭に行ってさコンバーター売ってたらちょっとね買っちゃうよねっていう。ああ、やばいやばい。でも俺思うんだけどさ、なんかそのコンバーター使ってる人ってさ、そのまあ要はさ、コンバーターでまあ1万とか2万円とかするわけでしょ。なんかわざわざさ、もうだってこのゲームを遊ぶだけでもさ、もう1万円すでにね、もうドブに捨ててるわけじゃないですか。ああ、ピョンヤンがすごい、そうそう、すでに1万円ドブに捨てていて、でさらにそっからさプラス2万3万とかでさ、なんかコンバーターさ、なんかね使うのってさ、結構無駄金じゃない？なんかさ多分そのコンバーター使用者のなんかその何そうこうなんかリアルをこうなんかバカにされるっていうかさ、そのなんかコンバーター使ってるやつってこうなんかマジなんか気持ち悪いよねみたいな、臭そうだよねみたいなコメントされるのって、そのコンバーターをこうなんか使いたいがためにわざわざプラスで 2,3 万払ってるっていう、そこが多分気持ち悪いんだよな。そこがこうなんか気持ち悪さを多分引き出してると思うんですよね、僕の中で。普通さ
買わなくない？なんか買うのかな？いや僕は普通はね買わないと思うんですよ。そのわざわざ 2,3 万払ってコンバーターに。いやこれが例えばなんかもう3,000円で買えますとかだったらね、まだちょっとまあ考えなくもないけどね。てかまあ多分俺だったら買うけどね、うん、2,3 万はさすがにないだろうと、うん、いうところでも、それを払っちゃうのがなんかうわマジあいつなんかコンバーター使ってるやつ気持ち悪いわっていう風になるんじゃないかなという風に思うんですよね。お、なんか、あ、だってめこの野郎だ！あ？なんか、うん、まあ、ちょっと今これ完全にあの場が凍っちゃったんで、ちょっと早く次の試合行きたいんですけども、ブーシー、アレックスさんの言ってるコンバーター使ってるやつはリアルが残念なの多すぎるのは偏見じゃなくて事実でしょうって、うん、まあ、俺コンバーター使ってないけどリアル終わってるんで、あの俺がちょっと一番傷つくんですけど、やってれば何でもいい精神なんやろうけど、純粋にエイムが楽しくて上達するやりがいを感じれないのはかわいそう。そして本当に上手い人はコンバーターを疑われる現実がもっとかわいそうということで、まあ、確かにまあそれはね言ってることはごもっともですね。はい、まあ、僕はねまあ、コンバーターだとね疑ったことは一回もないんですけども、はい、俺もなんかねなんかうわ俺絶対コンバーターじゃんみたいな感じでさ疑われたいよな。だって俺一回も書かれたことないもん。俺そんなこと一回もない。あの僕のアンチって結構いるんですけど、なんかうぬんとか絶対あいつコンバーターだよなみたいな、あいつ死ねばいいねとか俺一回も言われてないからね。ちょっとなんか俺もコンバーターっぽい動きするか。俺はコンバーターだ、俺コンバーターだぞ、俺いいのか、俺はコンバーター、はい、これコンバーター、はいコンバーターです、こんにちはコンバーターです、はいこんにちはコンバーターです、コンバーターです。キルカメどんな感じただの外人でくさなんか最近なんかコンバーターがさ、もう普通にさなんかこうなんか普及しらし、まあ、コンバーターが普及ってだいぶ地獄やつだけどさ、なんかコンバーターが結構まあそのなんか、ね、認知度がさこう高くなったことによって、なんか最近さコンバーター使ってる人たちってなんかもうなんか自分では俺コンバーター使ってるみたいな、なんかこう普通になんか公言する人増えたよね。なんか昔はさそのなんかコンバーターをなんかこう使ってるのもさこうなんかパッドのふりしてみたいなさ、なんかよくあったじゃないですか。でもなんか最近なんか俺コンバーター使ってんだよね、マジでこれでなんかパッドのゴミとも狩るのクソ楽しいわみたいな、そういう性格悪いやつ増えたよなっていう風なね気はしてならないんですけど、さらげなく100億対 0.9 で勝ちましたね。やったよっ、はい、ということでね、コンバーター使用者の偏見が面白すぎるっていうねあのクソ動画についたねコメントを、まあ、晒してねいきました。まあ皆さんねこの動画見てる視聴者の方がですね、コンバーター使用者に対してどういう風なね偏見を持っているのか、またはねなんか俺実はコンバーター使ってるんだよねみたいなね唐突のねあのカミングアウト自主コメントもねお待ちしておりますので、ぜひともねこの動画のコメント欄でそういうのも書いてくれると非常に嬉しいです。コンバーター少々見つけ次第ねコメントで固定してねしっかり晒していこうかなという風に思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。はい失礼、発信してください。よいしょ、お疲れ様です。